はい、キャプテンコーチです。ただいまの時刻は、4時25分になります。夕方の4時25分ですね。今日は木曜日ですね。はい、それではね、先日ね、Amazon で注文しておりました、商品が届きましたので、またまた、今日2つ目の開封動画を上げたいと思います。よろしくお願いいたします。タミヤカスタマーサービスですねから届いておりますんで、これは登録カスタマーサービスですね。この前ね、ずっと前ね、ゴールデンウィークの時に、エンジンのね、ピストンとスリーブねを注文して、一度届いておりますけれども、その時はね、登録はしてなかったんでしょうかね、多分。今回はね、ネットでね、ネット、タミヤのね、オンラインショップで、ID 登録してね、パスワードも登録してね、そして、注文しましたけれども、オンラインショップとこのタミヤのねカスタマーサービスと同じみたいですね。やっぱりね、部品の供給元がね。だけども、なんか質問があれば、このカスタマーサービスに連絡して、あるかないか確認するという感じになりますかね。はい、それではね、届きましたので早速開封しております。スパーギアですけれども、これ3つね、まあ前回と同じような小さな箱で届きましたけれども、佐川急便で、送料がね全国一律の500円で、一律500円ですね。部品点数いくら注文しても500円ですので、まあいいのではないでしょうか。それとね、オンラインショップで買ったらね、こんな感じでね、定価400円なんですけどもね、実際はかなり安くはないんか。あ、定価ですね。定価で届いております。400円プラスの税金が入って、432円ということでね、定価ですね。ああ、そうですか。まあまあ、いいのではないでしょうか。一応、オンラインショップ、タミヤオンラインショップで検索すればね、出てきますので、そこで、まあ、買いたければ、商品、ID をね、登録してね、登録作業して、購入して、また次もなんか欲しい商品があれば購入するといった形で、あ、見える形でね、見える形になってるということですね。今何が売られてるのか、検索してね。そして、こうやってね、タミヤからのお知らせも届いております。新商品ですね。アウディクワトロツーリング TT01 車種を、なかなか、まだね、まだまだね、TT01 車種がね、ありますので、こういうのも買ってですね、TT01 ね、まだまだいいですね。そして、コミカルマイティフロックというね、新しいジャンルですかね。これも出ております。ちょっと値段がね、高いんですけども、面白い走りをするんでしょうか。そして、この感じで、ミニ四駆の方も、すごいのが出ておりますね。僕はミニ四駆はあまりやらないんですけども。それにしても、モンスタービートルブラックエディション。19,800円。ちょっと気になりますね。これは大型タイヤで、コミカルとは違うんかな。ちょっと気になりますが、気になりますね。
はい、はい、そんな感じです。そしてね、あとタミヤカードの申請もすれば、これ2000円以上でね、年会費無料、2000円以上でビザとマスターカードか、2000円以上で送料無料ですので、これもまあよく使うんであれば、これもね、手に入れておいた方がいいかもしれませんね。タミヤカードか、持っておいた損はないかもしれませんが、新規入会キャンペーン、はい、タミヤのカスタマーサービスということで、タミヤの製品をお買い上げいただきありがとう。タミヤ製品のこと、タミヤカスタマーサービスでは、部品をなくされたり壊してしまった際のお客様に実費で、必要部品をお送りしています。またラジオコントロールモデルのスペアパーツ、ミニ四駆のグレードアップパーツなど、どの購入にもカスタマーサービスをご利用いただけますということで、カスタマーサービスをご利用方法、以下のアイテムをのご注文をお受けいたします。説明図、部品請求カードの部品、ラジコンスペアパーツ、ホップアップオプション、ミニ四駆グレードアップ、楽しい工作、面白い工作とかね、クラフトツール、イタレリ、部品単イタレリ商品なんだ、タミヤオリジナルグッズ、出版物、タミヤニュース、まあタミヤカードのおりは、まあね、タミヤのホームページからね、組み立て説明書、説明図ね、説明図が見れるので、それそこにね、必要な部品のね、品番がありますので、それで、このね、オンラインショップなり連絡してね、するのがいいのかなと思います。郵便為替代引きとかあります。代引きはね、350円なんでね、まあこっちの方が安いかなと。直送サービスって書いてますね。まあオンラインでまず必要な部品を検索して調べてあれば、このタミヤのカスタマーサービスでもいいんですけどね。まあオンラインをしょっちゅう利用するんであれば、2000円以上ではタミヤの年会費無料のこのカードがあれば、送料が無料ですので、送料が無料でこの定価で買えるということになります。税がね、10% になりますのでね、その点はちょっと上がると思いますけどね。さあ、それではね、まあスパーギア届きましたので、早速取り付けてみたいと思います。この後ね、予備はね持ってないとね、TGX1/8 エンジンカーはね、もう鉄板商品ですので、ね、予備を持って、これからも走らせていきたいので、ね、まあ取り付けてみます。はい、以上になります。はい、それではね、この辺で、終了したいと思います。ありがとうございました。この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。本当にね、楽しんでいきましょう。お盆休みもね。それでは失礼いたします。